はい、じゃあ今日は訓練16日目です。頑張ります。Title: Vision with You. Let's jump in. Welcome to Low Vision Life. Grow up with you. Journey. Are you ready?今日は訓練16日目の話をしていきます。まず朝ごはん、朝ごはんちゃうわ、まずお昼ごはんが、ラーメンが真ん中にラーメンドンってあって、なんか塩ラーメンやったかな、塩ラーメンがあって、まあ、チャーシューが非常に美味しかったのと、メンマも美味しかったのと、まあ塩ラーメン美味しかったなと思って、はい、塩ラーメンと、あと、左上にサラダと、あとはサラダと標準語サラダと、あと、上側にお茶で、右側に、ヨーグルトやったかな、あどっちだったっけ、みかんやったかな、ちょっと、どっちや、右側にみかんがありました。はい、でまあお昼ご飯そんな感じで、今回は、16回目は2日分をしゃべります。その16回目の次の日も訓練の場所に行ってるので、その話も混ぜてやります。はい、で、ちなみに次の日のお昼ご飯がカレーだったんです。チキンカレーやったかな、うん、チキンカレーで真ん中にカレーがあって、左上にサラダかなんか和え物が乗ってて、ほんであとは、ヨーグルトがデザートについとって、でまあ福神漬けとらっきょうがついてました。で、上側にお茶があって、右側にヨーグルトがポンって置いてあって、ヨーグルトリンゴやったんですけど美味しかったです。はい、でまあなんか、うん、カレーも美味しかったし、その前日のラーメンも美味しかったし、カレーの日いいですね。なんか、うん、運動した後のカレーやったんで美味しかったです。はい、じゃあ肝心の16日目の1時間目の話をします。1時間目は墨字でした。内容についてはまたゆっくり詳しく上げていけたらと思います。何せ中身がね、置いてきてしまったんです、施設に。書いたやつ、紙ね、いつも書いてるやつ、紙を施設のロッカーの中に、置き弁って伝わるかな、大阪だけかも、こっちだけかもしれないですけど、置いてきてしまったんです、施設に。だから内容がね、なかなかね、パッと今出てこやんので、また忘れたんかいなっていう話なんですけど、正直に言いましょう、忘れました。はい忘れたんで、まあ掘り起こせたら、記憶が掘り起こせたら次の週、次の時か、この中に編集して入れたいと思ってます。はい、でじゃあ次、次が次の時間、展示2時間目、展示ですね。展示は前ね、前回文章をやり始めました。兄が庭で何々をしてますみたいな文章をやり始めましたって言ってたんですけど、次のページ行ったんですよ。ほんならまた単語やったんですね。またかと思って、ほんでまあ次の単語もね、そこそこ難しいんですよ。そこそこ難しいんですけど、あることに気づきまして、読むスピードがちょっと上がってるみたいな、もう体感でしかないんですけど、読むスピードが徐々に上がってまして、そんなバーって読めるわけじゃないですけど、例えば、赤やったらもう赤っていうのをパッていけるようになりました。赤っていう例文全くなかったんですけどでもまあ例えば赤やったとしたらもうさって読めるようになりました。はい、もうこんな今手でやってるぐらいのさっていうスピードじゃないけど、あこれあーやったなーみたいな、あかーやったなーみたいなぐらいの
見たいやなっていう単語を挟めるぐらいのレベルで読めるように、一部の文字はですよ、まあ破行、多行、作業っていうのがちょっとまだバラバラではあるんですけれども、まあにしても、まあ那行とかねにしても割とポンポンいけるようになってきたなっていうのが今回展示の感想ですかね。だからこれプラスなんか、あ、こんなん ありましたよねっていう、あの何陽音即音とかがポンって急に現れたりとかしてテンパるんですけど、あ、もう何やったっけってなるんですけど、やってますね。あの毎回訓練士さんにこんなんやりましたっけとかって聞いてるけど、やってるぞっていう話で、はい、やってます。はい、まあそんな感じで、あのスモールステップでね展示の方を学ばさせてもらってるんで、はい、あの地道にやってます。心を毎回粉砕骨折しながらやってます。はい、じゃあ次は、3時間目はPC トーカー、まあパソコンの授業なんですけど、今回はあのめちゃくちゃあっさりした内容で、 PC トーカーを使って、まあ、読み上げ使って、あの文章の編集できるアプリ、こんなんがあるよっていう説明でした。あの、だから例えばワードの前に使う、なんていうかな、文章を打ち込むだけとか、あとはまあちょこちょこっとこう編集できたりとか、まああの展示で編集してる内容をっていうか、その展示でもあの展示のなんかあるんですよ、こう浮き出てくる装置みたいなやつ、あの何やったっけ、ちょっと名前忘れましたけど、ブレイルセンスやったかな、なんかそういうね、こう展示をこうポコってニョキって浮き出てきてて丸いのが、それをこう指先で読み取ってっていう機械があるんですけど、それでも操作できるようなあのアプリを紹介してもらいました。私はブレイルセンスとかいうあの展示のやつは全くもって使えないんですけど、まあ、プラスあのまあね、キーボードで打つのもえんやこらんな感じなんでもうね大変なんですけど、あのまあそういうアプリもあるよっていう、最近はねあの PC トーカーのその Windows を通じて教えてくれる先生、全盲の先生なんですけど、その先生の傾向は最近はアプリの紹介をめっちゃするっていう傾向があるので、あのね PC トーカーを使って Windows を使い倒したい、使いこなしたい、もう Windows のボスになりたい、キングになりたい、海賊王になりたい、海賊王、うん、まあっていう人はあのそういうね PC トーカーに特化した技術っていうかコマンドとか学べるアプリが学べる、そういうクラスを受講するのをおすすめします。私はなんか空き時間やっていうのもあるけど、ま、PC トーカーでこんなんできるよっていうのを知れたらいいなと思って撮ってるので、家にあるパソコンは普通のあのただの Windows です。はい、まあそんな感じでした。4つ目、4時間目はパソコンのタイピングです。今度はいや、もうパソコンの次にパソコン、もうね目がね閉じそうになってるんですよ、もう必死で開けてるんですけど、まあ、で今回からはあのタイピングもまた新しいことやって、タイピングもなんとね文章に突入しました。今度はね漢字の変換なんですよね。例えばあの同じ読み方の漢字で意味が違うやつとかあるじゃないですか。あのなんて言ったらいいんかな、ちょっといい例題が出てこないですけど、どこそこに行くみたいな感じのあのね文章が出てきたとします。ほんならあのこう天に召される方の行くっていう感じなのか、あのこうあのカラオケに行くとか駅の方に行くとかのあの行事の行っていう字なのか、どっちか変換してねみたいな感じのやつ、あの雰囲気 の例文がたくさん出てきて、まあ好き放題、好き放題、まあ、好き放題じゃないけど
あの意味が通るようにあの例文を漢字変換しましょうとか、カタカナにやりましょうとか、そういうことをやってます。割とね文章長いんですよ。あのカエルピョコピョコみたいなああいう早口言葉とか、まあ、ちょっとダジャレっぽいやつとか、まあ、漢字変換せな感じとかも結構いっぱいある感じですね。はい。でまあそんなことをタイピングしてます。なので、まあ、タイピングのねスキルも上がってきたような感じがします。ただの雰囲気ですけど、はい、そんな感じです。じゃあ次は5時間目は、次5つ目はあのやっとあれですね、歩行訓練が戻ってきました。カムバック歩行訓練と思いきや、あの私あの新しい杖をね新調しようと思ってて、そのためのなんかお話だから、あの恋ですヤンキー君と白杖ガールってドラマを見てる人はうすす気づくと思うんですけど、杖の先っちょのことでね、あの主人公のユキコちゃんと友達のソラちゃんの白杖ね実は違うんですよ。さっきの白いやつね見てみてくださいね。7話から出てくる、7話からね出てきたら、まあ前の話追ってもらってもいいですけど、あの見てみてください。形が違うんです。でまあユキコちゃんが使ってる方がバームチップって言ってキノコみたいな形してるんですけど、まあ、ちょっと T の字みたいな、こう T の字のくっついてる部分がちょっとゴム製でできてて、こう動くで動くからその叩きながら歩くっていう人にはバームチップがすごい向いてるよっていう話と、あとはあのティアドロップチップって言って涙型のねこう雫型こういうなんか雫みたいな形のあの白杖の先っちょがあるんですけど、あのそれの話をしてもらって、そっちのティアドロップはまあ転がすのもできるし叩くのもできるし、まあ、どっちのねあのできるんですけど、チップもなんですけど、まあ転がすのに向いてる方はどっちかって言ったらあのティアドロップの方かなみたいな雰囲気の話をしてもらってて、でまああのメリットデメリットがそれぞれあるんですけど、まあ、ティアドロップの方はまあ軽い、うん、でまあ、あのバームチップよりかは引っかかりが強そうな感じのこと言うてました。ちょっとうっすら覚えてるんであるんですけど、でバームチップの方はあのまあ使ってる人は余計いるんですけど高い、値段が高い。あんなねあのドラマ見てくださいね、あんなねちっちゃいね部品でね、あの高々って言ったらちょっと申し訳ないけど3000円ぐらいするんですよ。高ーと思うでしょ。あの杖合わせたら1万円超えますからね。だから視覚障害の人困ってるんですよ。あれをね蹴られたり折られたりとかしたらね出費なんですよ。あの白杖ってそんなね早いスパンで帰れないので、だからあの補助があるとはゆえ帰れないんです。なかなか、あ壊れたな次の買おうって急に1万何円出せますっていう話ですよ。高いよ、結構お金かかってんね。あの障害者視覚障害の人補助降りるからええやんとか言いますけど、そうそうさっと降りひんのよ。でまあその障害者年金もらってる人とかってね、まああの今度規定が変わるからあれですけど、まあ今で言ったら3級2級1級ぐらいの人しかもらってないんですよね、年金ね。通れる人はよ、それもなかなか狭きもんだけど、まあ年金制度知ってたらもうあの通るか通らんかは別として、やっぱり申請するのがベストやと思ってるんで、手帳にしてもそう。だから自分で情報を取りに行ってください。このチャンネルでは何回も言ってるけど、自分で情報を取りに行ってください。本当は医療機関からピーピーって降りてくる、区役所から情報ピーって降りてくるっていうのがベストなんですけど、そんなこと一切してくれないので、基本的にしてくれないって思った方が早いので、まあ、このチャンネルの概要欄、最近は横んでるんかな下んでるんかな、ちょっと
前まで下に出てたけど急に消えたから多分横に出てるっぽくて、あの概要欄が横に出てると思うので、それをなんかピーって下降りてってくれたら、あの用具の購入の仕方とかそういうのがスッと出てくるんで、あとはあのサイト何だっけ、あのなんかね、そういう視覚障害の人に特化した情報が載ってる、あのワールドサイトじゃないや、何だっけ、なんかそういうね、あるんですよ、そういうリストみたいなのが、あの概要欄ピッて出してくれたら分かると思います。はい、読んでもらって、そこからあのアクセス、情報にアクセスできるようにしてるので、そこから情報を取りに行ってください。あの視覚障害者初心者成り立ての人ね、あの上級者の人でも大歓迎なんですけども、私も全然ね、かれこれうん十年やってますけど全然知らない情報たくさんなんで、うん十年というとちょっと語弊があるけど、はい、知らん情報しか勝たんみたいなことになってるんで、あのまあ自分でもチェックしたり、人に聞いた情報、あそんなんがあるんやとか、未だにね、もうずっと人生は学びやとか言う人もいますけど、ほんまにその通りと思って、あの学ばさせてもらっているので、はい、まあ、何の話してたっけってなってるんですけど、あでね、あの白杖の話に戻りましょう。白杖ね、バームチップ高いよっていう話、3000円も出せるかっていう話と、まあ、出してる人すごいなって思うんですけど、はい、3000円高いですよ。杖7000円しますからね、1本あたりね、まあ、もっと高いのやったら1万円しますけどね、1本ね、はい。でまあまあティアドロップも使いやすいし、まっすぐなやつはね、あの進めてくる人もね、ご高齢者さんの中にはいらっしゃるんですけど、まあ、引っかかりが、まあ、言うたら地面から得れる情報量が格段に上がるっていうだけの話で、まあ、引っかかり度で言ったらもうイライラするぐらい引っかかるから、だからまあティアドロップかバームチップを初級の人にはおすすめしたいとこですね。どこから初級やねんっていうツッコミが入りそうなんですけど、まあ、これからちょっと白杖を持たなあかんなって思ってる人とか、まあ、カバンに入れとこうって思い始めてくれた人、まあ、その段階に準ずる人、ほんまは、まあ、障害者手帳を持った時点で、まあ、とりあえず入れとこうっていうのがベストなんですけど、はい、まあまあ人にはタイミングがあるからね、はい、まあそこは置いといて、でまあ白杖の杖の話をうんたらかんたらしながらのね、入り口の前でね喋ってたわけなんですけれども、でね、私疑問をぶつけてみたんですよ、1個、あの海外の動画をね、あのジョイロスさんっていう方の動画を見た時に、もうマサイの不足ですかっていうぐらい長い、もう頭超えてるぐらいの長さの白杖を持ってる人と、あのだいたいおでこぐらいの長さの白杖を持ってる人がいたんですけど、あれなんでですかって聞いてみたんですね、あの歩行訓練士さんに。ほんならこうやって言ってました、あのあれはあのマサイの戦士みたいなのも、ね、自分の身長を超えるような長さの白杖を持ってる人は、あれは歩行訓練士さんなんだよって。え、歩行訓練士そんなんすんのって思って、日本ちゃうやんと思ったんですけど、あのようよう聞いたら、あの全盲の歩行訓練士さんというのが外国にはいらっしゃるようです。なのでまあそのね、全盲で教えろってなったら、その歩行訓練する人より先に情報が必要じゃないですか。だから、まああやってマサイの部族さん並みの長い、もう竹槍ですかぐらいの長さの、あの白杖がいるんですよね、自分の身長より高いかなぐらいのやつで、まあじゃあ教える、教わる人はどうしたらいいか言うたら、あの自分のおでこぐらいの長さの白杖を使って教わってます。でその教わってる側の人、日常生活でもあの長い杖持つんですかって、まあ自分の頭ぐらいの長さのやつって聞いたら、はいって言ってて、へーってなりました。あの外国の人って結構身長高い方もいらっしゃるじゃないですか、2メートルなんぼとか、まあ、稀かもしれないですけど、あのいてはるんで、危なくないですかって聞いた、危なくないですかって聞いたんですけど、まあ、あれを使って歩くっていう人も中にはいるよっていう話でした。まあその教わった通りに歩くみたいな人もいらっしゃいますし、まあ、多分その見えてるね、
歩行訓練士さんから学んだ人は割と自分の身長に合ったやつ、まああのね、自分の身長を引く40センチっていうのが大体あの自分が持てる一番いい長さの白杖と言われてるんですけど、まあ外国やったらそれよりちょっと長いかなぐらいの人もいたりとか、私もあのヒール使うこともあるのでちょっと長いかなぐらいのやつを持てたりします。まあ長くて5センチとかぐらい、私使ってんのだから120センチと115センチ使ってたけど、今115センチは折られた時とかなくした時とかのようにあのタンスの肥やしとなってますね。はい。でまあそんな話をしながら、じゃあ白杖歩行してる時に、まあ、真っ暗なシーンになった時とか、あの私が一番困ってるのが、あのすごいゴミが置いてあります、飲み屋街です、で、まあ、あの商店街がありますっていう、私の身近に接してる人はもうすぐピンとくる場所なんですけど、あのそういうところが一番困ってると、もう人が通れるサイズ感じゃないとだから私歩道を歩いてるんですよって話したら、そのそういう時に例えば盲導犬訓練所の人とかは盲導犬おすすめするよっていう話をしますよねみたいなあるある話をしつつで、まああの歩行訓練士さんやったらどうアドバイスするかって言ったら、まあ、その道使わんようにしようっていうか、あの、まあ、できるだけ安全に歩ける方法を伝授するかっていうことをやるよっていう話をしてくれました。でね、まあ、めっちゃ明るいとことめっちゃ暗いとこで、まあ言ったら全面白とか全面黒とか、まあ黒ではないけど、まあ、微妙に明るいあるのは分かるとか、まあ、街灯だけみたいな時にどうやって歩いたらいいかみたいな、自分の今持ってるね指機能を使ってどうやって歩いたらいいかっていうのを学びたいですって言ってたら、じゃあ次回あのまあいわゆるアイマスク状態、まあアイマスクつけるかつけへんか分かんないですけど、まあ、目閉じるかもしれないし、サングラスかけるかもしれないし、目閉じてサングラスかもしれへんし、そういう方法で歩きましょうかって、ちょっとスパルタかもしんないですけどって言って、私やったら確実に嫌ですけどねって歩行訓練士さん言うてはりました。あのだから私は怖がりやからって言ってはりましたね。まあ、なんですけど、まあそういう方法を、まあ、自分の疾患照らし合わせた時に、まあ、将来そっち側に寄っていくのは確実なんで慣れようみたいなっていうか、まあ実際にね、あの曇りの日とか天気の悪い日、天気のめちゃいい日とかで急に見づらくなって困ってる、一瞬ね困ってる時とかあるんで、そういう時にどうやって状況をまくかみたいなことをあの学ぼうと思って、次回からそういう感じになります。で次回は本間の次回、まあ、来週はあれですね、あの日常のクラスなんで、まあ、ちょっと違うんですけど、だから再来週ですね実質ね、はいっていう感じでした。プラスアルファ、今日はプラスアルファでこの話をしようと思ってて、視覚障害の人でねプチ運動会みたいなのしたんですよ、あの施設で。でその時に50メーター走と、あのこう砲丸投げじゃないな、なんかロケットみたいな、今小学校とかのねあの体力測定で使ってるやつみたいな、こう何あの金魚の形したみたいなこう投げるやつがあるんですけど、あれを投げました。先っちょがラグビーのボールみたいな形してるやつで、でまあ投げる遠投投げとか砲丸投げとかみたいな感じのやつをやりました。でまああの走るときどうやって走ったかって言ったら、あのこうなんていうの、あの避難訓練のときとかに学校の先生が使ってるあのなんか電子で動くタイプのあの何メガホンみたいなあれじゃないですか、あれを使ってなんて言ってたっけね、ゴー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 って言って呼んでました。はいやったかな、ちょっともう走るとき必死すぎて覚えてないんですけど、まあ、それで走ってもううわー言うて 50m 走ったんですけど、途中でんってなって、まだある、もう終わりって、
あの私のね、あの 50m を走ってるであろう頭の中では、えまだ続くっていう思考と、えもう終わりちゃうんっていう思考の2つがあってね。でね、途中でフリーズしたわけですよ。やばい、でもこれ止まったら記録あれやなって思いつつ、若干ちょっとフェードアウトしつつまた盛り返すっていう謎の走り方をしたおかげで、あのまあ言ったら心の迷いですね。そのおかげで、あの前世紀あの9秒台やった私の、あの 50m がね、記録がね、あの10秒3とかやったんですよ。もう泣くかと思った。もうあまりのできなさに泣くかと思った。あのもともとあの走るの得意やったんで、得意で9秒かよってちょっと突っ込まれそうなんですけど、遅いやんとか言われそうやけども、ほっといて。はい、でまあ、あのまあ前世紀の9秒やって9秒、まあ9秒あるか8秒いくかぐらいの微妙なラインやったんですけどね、あのラインで言ったら。でまあ10秒やったんですよ。衰えたなっていうのもあるし、全然走ってなかったなっていうのもあって、ちょっと若干ショックやったんですけど、あ意外にあの初めてそのこう呼ばれるタイプ、あの拡声器みたいなんで呼ばれる、そのメガホンみたいなんで呼ばれるタイプの走り方初めてやったんですけど、あれで初めてやったにしてはいい感じに走れたなと思って、最高でいっちゃん速い人7秒台やったんで、あすごいなと思ったんですけど、まあそのだからその走る視覚障害の人が走るってなったらどういうスタイルがあるかって言ったら、学生の時はだってこっちって言って、もう高速の手叩きももう高速の手叩きで呼ばれてました。こっちこっちこっちみたいな、ゴー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 みたいなダッシュで、もうそこの手叩きと声に向かってもとりあえず走るみたいな、必死で走るみたいな、必死のバッチみたいな感じで走ってるのが多かったです。あとはなんかまあ音に沿ってあるあの走るとかね、人によってあったんですけど、音競争とか言うたかな、音競争はうちの学校ではやらんかった。あとはなんかこう真ん中にこう重りみたいなのがあって、こうロープがあってね、うわーってその周りを回ってやる演習走っていうのがあって、演習走は一回やったけど吐くかと思った、酔いました。あの乗り物酔いみたいなのに近かったかな、3周もっとしたかな、何周かしたんですけど気持ち悪くなりました。演習走です。はい、でまああのドラマのね、恋ですヤンキー君と白杖ガールでは、あのロープ使った走り方やってたんですけど、あれはねまああのパラリンピックとかでは短距離長距離とかってあれで走ってる人もいるんですけど、私あれしたことないからちょっと興味本位でやってみたいのもある、だからやってみたい。一応ねアポは取ってるんですけど、まだいついつ行きますよいうの言ってないんで、あの勇気が出あのロープって走るっていう、その言うたらコミュニケーション走りながら取るみたいなもんじゃないですか。あれをする勇気がない、あのただのチキンなだけであのほんまに勇気がないだけです。はい、まあそんな走り方もあるよっていうやつでした。はい、でまあ、 あの投げるやつどうやって投げたんって言ったら、まあ、 あの一緒です、やってたことは一緒、こっちって言って、まあ、このメガホンで呼んでもらうみたいな、でそのこっち言われてる方角に向かってとりあえず投げるっていうのをやりました。1回目2投あったんですけど、1回目がどっちで投げたか分からへんから両方やろうってことになって、1回目右手で投げて10メーターちょいやったんですね。へなちょこやなと思いながら、2回目左手で投げたんですね。あの左手で投げたら半分の5メーターでやっぱって思いましたやっぱって思いました。で、まあ私ね思い出したんですよ、その時に。なんで投げる前に思い出さんかったん自分って思ったんですけど、あの左投げ右打ちっていうのを思い出しました。右打ちちゃう、逆逆、左打ち右投げっていうのを思い出してね、なんで思い出さんかったんと思ってちょっと後悔しましたっていう話でした。でね、まあ送迎バスでいつも施設に来てるので、あの最寄り駅から送迎バス、最寄り駅っていうかまあちょっと遠い駅まで行って、そっからまあ拾ってもらって施設に行くっていう流れなんですけど、あの施設からの最寄り駅ですね、だから家から遠いでっていう話で、まあそんだから
その帰りのバスまでね時間があるから他のプログラム他のやつやりましょう言って何やったかって言ったら展示あの前のね文章の続き文章終わって単語になりましたっていうやつの続きですよ。単語がまあ難しい難しいって思いながらやりました。はい、ほんで次はタイピングやったんですけどタイピングも難しいってなってタイピングはなんか私あれのやつずっとひたすら打ってましたね。あーむずーって思いながら打ってました。はい、で次はあのなんかお茶飲みながら喋るみたいなやつを参加したんですけどもう喋るの苦手やなって思って喋る声でかい人がおったっていうのもあってどのタイミングで喋っていいかも分からへんしなんかもう緊張の塊やったんでなかなかあんま喋れへんくて挨拶してほしいよねみたいな話でちょこっと盛り上がったぐらいであとはね何もなかったんですけどそうあだからね視覚障害の施設といえども挨拶あんましないのよみんなシャイボーイシャイガールなのもあるんかもしれんけどはいでは今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。